出町柳方面駅舎プラットホームリニューアル前の淀屋橋方面駅舎駅から伏見稲荷大社への道初で客で混雑する駅前伏見稲荷駅は京都府京都市伏見区深草一坪町にある京阪電気鉄道京阪本線の駅駅駅番号は KH34 伏見稲荷大社へは駅から5分程度の距離にあるなお稲荷大社へは JR 奈良線の稲荷駅の方が近い。かつての市電稲荷線稲荷停留所付近の稲荷児童公園開業当時は、伏見稲荷の表参道に近い原、流国王前深草駅が稲荷駅を称したが、当初の駅名にある新しい参道が神社に近かったことから一年経たない間に、こちらが伏見稲荷の玄関口となった。非常に古い時期から、 伏見稲荷大社の千本鳥居にちなみ駅の柱を種塗りにしていたが、太平洋戦争中の一時期、爆撃の目印になるということで目立たない色に塗り替えられたことがある。また、駅の南側にあった京都市電稲荷線との平面交差では1931年に800型801回2連の急行が木造の京都市電29号の側面に衝突して、市電は全村廃車。 1934年にも、急行電車が、京都市電の側面に衝突して20メートル以上、引きずり死傷者20名以上を出す事故を起こした。1935年に、事故で廃車になった京都市電の事故車弁災として、石山坂本線で使われていた80型89号車が、京都市電に引き渡されたとする記録もある。しかし、どちらの事故の白物弁災かは、 参考文献の鉄道士によりそれぞれ1931年の事故、1934年の事故と解説されており、詳細は不明である。その後、大阪駅線路の駅ホームと伏見稲荷踏切の間と京都駅線路の平面交差と深草駅の間に脱線点鉄機が設けられ、1960年3月には京阪電車が脱線して衝突を免れたことがあったが、 1965年11月28日に、信号機故障が原因とする京阪電車と京都市電との衝突事故が発生している。平面交差では、絶縁区間もあって、特急電車も時速 25km に上降し、ダイヤ状のネックの一つとなっていた。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅、上下ホーム別々に改札がある上に、 校内地下道が備えられていないため、改札内で互いのホームを行き来することはできない。上下線とも、通常改札口はホーム、丹波橋寄りに、臨時改札口はホーム中ほどに設けられている。トイレは上下線ホームとも改札内にあり、下りホームにはオストメイト対応の多目的トイレも設置されている。駅のホームの柱や柵は朱色に塗られている。 2007年6月の運行管理システム更新に合わせる形で急行停車駅では最も遅く詳細放送が導入された。同時に LED 式列車案内も設置されている。新たに2017年7月より駅のリニューアル工事に着手し12月末に完成した。両、ホームとも有効長は8両。ただし駅での接続や対比はできないので、 当駅停車列車は南隣の流国を前深草駅で退避のみ行っているが現在は大幅に減少している以前は利用客は少なく静かな駅であったがここ数年は外国人をはじめとする伏見稲荷大社への参拝客の増加で利用客が急増しているなお正月期間は伏見稲荷大社への参拝客で激しい混雑となるため 臨時の切符売り場や改札口を設置して乗客をさばいている。近年の1日あたり利用客数の推移は下記の通り、当駅は急行停車駅であるが、当駅に停車する急行の運転は午前中、夜のみであり、主な停車列車は通勤準急以下の種別に限られる。ただし、前述の通り正月期間では参拝客輸送をさばいて急行を 終日運転する特別ダイヤを編成して利便性を確保している。なお、当駅への特急の臨時停車は例年行われていない。また、JR 奈良線稲荷駅でも同様に正月三日日及び1月4日に限り、宮古寺快速を臨時停車させて乗客をさばいている。京阪伏見稲荷駅前にはバス路線は乗り入れていない。稲荷大社前バス停は 駅前すぐではなく、駅から50メートルほど西の市団街道沿いにある、肝心橋駅から750メートル西方の国道24号線上に、ある、京阪電気鉄道京阪本線快速特急、ラクラクライナー特急、通勤階級、快速急行通過急行丹波橋駅伏見、稲荷駅七条駅通勤準急、準急、普通流国王前深草駅伏見稲荷駅、 戸が街道駅、ありがとうございます。